ございます。いい朝です。えい、ゆうた、おはよう。いつもね、やっておくか。さすが、ルーティンね。フィット感は代表9試合目解禁賞唯一か1回も試合すんじゃないの。まだ1回もやってる、フィリピンから始まってそう唯一全試合出場。いいね、解禁賞強い。打撲にも屈せず頑張るだけ。たまにリズム崩れるからそう頑張ります。
試合で感じたチームとしての課題と手応えを教えてください。まず手応えとしては、3試合ともそうなんですけど、最後まで状況がどうあろうと集中を切らさずにチームとして戦えたっていうのはすごく大きな手応えだなっていうふうに自分自身感じてて、ハンガリー戦はうちがリードしている状況でしたけど、最後までしっかりとコートに出てる5人で、ベンチで見てる5人含めてみんな集中できたと思いますし、昨日 のベルギー戦にしても今日のフィンランド戦にしても、リードされている状況の中でしっかりと自分たちがファイトバックして最後接戦まで持ち込めたっていうのはすごく自分たちが成長できている証かなっていうのと、ただ一昨日今日に関してはそれでやっぱ最後まで勝ち切れてないんで、その部分で勝ち切れるだけの力がまだないっていうのは自分たちの課題だと思いますし、言えばもちろんそういうリバウンドの部分だったりだとか、ディフェンスの本当ローテーションの部分、もっと自分たちが身長がない分ローテーションを早くしないといけないですし、リバウンドもさっき言ったボクサーズの部分っていうのは今後また絶対課題になってくる部分なので、そこはまた今日の反省とまたビデオもしっかり見て、自分たちが次の大会大会と次の試合に向けて何をしなきゃいけないのかっていうのはしっかりと一人一人が反省する必要があるかなっていうふうに思います。ベルギーですよね。またベルギーとまた再戦できるっていうことで、それはすごく楽しみですし、前回負けてる分また次はしっかりと勝って終わりたいなっていう部分と、埼玉でようやく12人揃ってプレーができるっていうのはすごく楽しみですし、そこで本当に時間のない中でどれだけそのケミストリーを高めていくかっていうのが大事になってくると思うので、まず練習からしっかりやっていて、まず初戦のベルギー戦、自分たちのバスケットしっかりやってリベンジできたらなというふうに思っています。今日一番会場が沸いたのはあの4点プレーだったと思いますよ。
そんな湧いてました。めっちゃ湧いてましたよ。どんだけ冷静なの。俺マジで何も聞こえなかったんですよ。いやマジで何も聞こえないし、あんま覚えてないですよあの時。ただギャビンからのパスだったことは覚えてます。集中してたの。はい。もうマジであの時疲れとって、うん、シュートが短いやろうなっていう予想があったんですよ。へえ。絶対これ短いやろうな。って思ってめちゃめちゃ前に飛んだんですよ。したら相手が飛んできてくれて、うん、でぶつかってくれてでファールになりました。でも三河の人たちはあれ見慣れてんじゃないですか。まあ確かに。